や、最近ね、このミアナイト、ミアのオールナイトニッポンのディレクターさんがチェンジしまして、まあ、宗岡良樹さんという、チェンジ宗岡良樹さんという感じなんですけど、はい、そう、でも宗岡さんは、他のね、ミアナイト以外でも、他のオールナイトニッポンの担当もされてるんですけど、まあ、このミアナイトの前では、ゆずさんの、オールナイトニッポンのディレクターさんをされてるわけなんですけど、そこでは、宗岡くん、または、何そのメガネって呼ばれてるそうなんですけど、まあ、どう見ても、私、まあ初めてお会いした時に、どう見ても名前が覚えられなくて、まあ、宗岡さんっていう顔でもないし、まあ、ヨシキさんっていうのがね、どうしても頭に入ってこなくて、もう生理的にね。ヨシキ顔じゃないんですよ。見たところ、まあ、何そのメガネの方がぴったりっていうか、メガネをかけてらっしゃって、体育会系な感じがするんですね。ラグビーとか、アメフトとかやってたのかなっていう、感じで、熱い系なんです。ガテン系なんですよ。で、まあ、ヨシキさんって言うと、まあ、ちょっと、こうね、X ジャパンの匂いがするというか、こうビジュアル系な感じでね、かっこよくて細くて、こうイケてるみたいな。あ、その真逆を言ってるんですよ。ざっくりとすると。結構ガタイが良くて熱い系で、どっちかっていうと、夏が似合うみたいな。爽かな感じはするよ。そう、爽かな感じする。だけど、まあ、ヨシキさんじゃないなと思って、まあ、私がつけたあだ名は、ガンチョ濁点がね、似合うの。なんと言っても。で、なんか、その他で、呼ばれてる名前があるらしくて、このメールも来てます。ラジオネーム、ヨウジさん、兵庫県。先ほどユズの、オールナイトニッポンゴールドで、ディレクター、宗岡さんのあだ名を統一してくれと、ユズさんが言ってました。で、ぜひ、宗岡さんを、何そのメガネと呼んであげてくださいっていう要望が来てるんですけど、まあ、そっちの、ゆずさんの方では、まあ、何そのメガネ。でも、私、ツイッターで見たんだけど、ナイナイさんの、この間私が出演させていただいたナイナイさんのオールナイトニッポンでは、ハレンチ爆弾魔っていうあだ名で呼ばれてるらしくて、オードリーさんのとこでは、チーム、つけ焼き場っていう、もう謎のあだ名つけやすいんだね、きっと。で、私のとこでは、まあ、ガンチョ。でも、ガンチョの前は、直感ではガンちゃんだったのね。で、それで、ゆずさんに、この間、加山雄三さんライブで武道館でお会いしたときに、まあ、ゆずさんと、同じディレクターさんに、担当していただいていて、っていう話をして、まあ、よろしくお願いします、っていう感じで言ったときに、私は宗岡さんのことガンちゃんって呼んでるんですって言ったら、その場が一瞬で凍りついて、岩沢さんがまさかガンちゃんと呼ばれてるって知らなくて、私の中でも北川さんと岩沢さんっていう、もうそういうインプットだったから、そのあだ名っていう呼ぶなんてありえないので、私の中では。もうね、大先輩の方のね、まあ、岩沢さんが一番びっくりされてたんですけど、ね、自分のあだ名、まさかね、こんな年下の、新人の子に呼ばれるとは思わなくて。で、それで私変えたんです。ガンちゃんから、ガンチョに。で、今ね、ガンチョで統一されてるんで、私の中ではガンチョって呼んでるんで、まあ、ゆずさんのね、オールナイトニッポンでもガンチョって呼ばれたらいいなとか、ナイナイさんとかね、オードリーさんの方でも、そう呼ばれたらいいよね。ね、ガンチョ。え、ない?ない?なんで?でも、ナイナイさんとかでは、ヨシキさんとかね、ヨシキくんとか呼ばれてるんだよね。ヨシキっぽくないよ。ヨシキっぽくないよ。まあ、そんな感じで、ガンチョと一緒にお届けしたいと思います。今夜も頑張りまーす。